物理ってめっちゃ難しいらしいっすよね、うん、あ、もう難しいですよ。だって KM さんって方が平で同じとこ行ったら全く釣れなかった。あの ダッシュ村でもね、はい、タコ釣れなかったもんね。釣ってますね、はい、釣ってます、ね、タコ釣れねえよ、はい、すごいっすよ、そこのさん。そこのさんすごいっすよ、釣れるから。あの普通に僕はあのタコ名人って言われてますから。タコ名人タコ名人タコ名人強いですね。すげえ。いや、それ見るとやっぱ尊敬しますよね、うん、あの、KM さんがね、私に影響されてタコ釣り始めたんですよ。ね、うん、で、何匹か釣ったみたいですけどね、はい、いや、ちっちゃかったですよね、確かに。ちっちゃかったでしょ。めっちゃちっちゃかった。なんかリリースしてます、ちっちゃかった。僕はもう、あの、僕が釣るタコは結構大物が多いんですよ、うん、やっぱ習性を分かってる、習性を知ってらっしゃるから、ね、そうそう、ね、うん、はい、どのぐらいになったら出てくるかとか、うん、ああ、ありがとうございます。あ、すみません。知り尽くしてるんですよ、修正を。タコキムチ食いてぇなと思って。いや、あの、タコ、ああ、いただきます。あ、すみません、いただきます。あの、タコ、タコキム、僕はあの、これ保存用にね、保存食用にタコキムチするんですよ、うん、おいしい。うんうんうん、いただきます。このタコは1キロ300から1キロ500あったタコですね。へぇ、うん、そんなでかいんですか。もうめったいないです、1年に1回歩かないからです。去年は最高900だったんですよ、うん、今年はいきなり別の場所で、初めての場所でこれ釣ったんですよ。美味しいですね。で、キムチにつけとくとね、うん、あのクーラーボックス入れとったら一月持てるんですよ、うん、でも一つこれ自体が食べるから一月ないですけどね、うんうん、もう、10日ぐらいで終わりますからね、うんうん、すごいですね。自分で干物作ったりとか。本当に干物も作りますよね。干物作ってましたもんね、うん、はあ、いや、それはもう僕は魚釣りはレジャーとか、あの、あれじゃないんですよ、はい、あの、なんですか、マイホビー、あの、趣味じゃないんですよ、はい、生活の一部分なんでしょ。生活ですから、はあ、食料調達の生活で、はあ、気合が違いますよ、はあ、うん、で、他の人だったらね、釣れんかったら、あ、もう今日釣れんわって帰ろうって帰りますけど、僕は絶対諦めるんですよ、うん、おさん、この用事一本もらってもいいですか。どうぞどうぞ、うん、食べてください、うん、めっちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまいっすね。ありますね、これ。辛い方がいいんでしょ。あ、いいっす、いいっす。これ一味ありますよ、やみつきになりますよ、これ、大丈夫。やばい。これあの、1キロ300はあったろうっていう大田君の足です。あの小さい方と頭は全部もう食べてしまいました。あ、タコ、あの、タコ飯で、はい、これ食べ出したら止まらなくなる。止まらなくていいですよ、なくなっていいから。あ、なくなっていいんですか。うん、なくなっていい、なくなっていい。それであれじゃないですか、あのビールでもあればね、 おつまみなんで ね、 ね、 すみますね。うまいよ。ここだけは尾上師匠がタコをうまいって言って、もう一回ってるシーン、うまいですよ、本当に。尾上師匠はね、僕が作ったタコキムチがうめえと、あの、言ってます、うん、うまいです。あと、来年か再来年にはタコ釣りを始めるんじゃないかっていう勢いなんですけど、ね、いやいや、自分は無理ですよ、そこのさんと違うんで。そうなんです、ど素人なんで釣れないです。どうぞどうぞ。そう、やっぱり大きいタコの方が美味しいですね、うんうんうん、これ食感がいいですね、食感。食べてください、はい、動画で撮りますから、はい、うまい、うまい、うまい、めっちゃそうです。めっちゃうまいです。親指が立ちましたよ、皆さん。めっちゃうまいです。いや、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。うまいです。これケイモさんもね、あとまあ1年か2年すればね、始めるんですか。あ、釣れになります。あのキロオーバーが釣れるようになると思います、うん。あの、この間ね、動画上げてたんですよ、はい、KM さんが、うん、はい、であれ、穴に潜り込まれて上がらなかった。ね、多分あれは1キロ近くあったタコだと思います、うん、穴に潜られてるんですよ、あれ、うん、はい、だから上がらなかった。あれ、どうやって穴から出すの。いや、穴に潜られたら僕でも無理です。あ、ダメです。そうです。穴に潜られる前に引き上げないんですよ。あ、うん、タイミングがあるんですか。タイミングで、あの、シェイク中でちょん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 って落としてね、あ、落として、はい、ちょん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 ってずっとしてるんですよ、はい、そしたらちょんちょんってしてる間に、あの、乗っかったら、はい、ズンって乗っかるんですよ、ね、そこですぐ開けたら、あの、足一本とかで身切れしたりするわけです、はい、足が切れたりするわけです、足が切れて、うん、だから
綺麗に乗せるタイミングなんです、はい、乗ったと思ったらすぐ上げんと、うん、それを逃したら穴に潜られるんです。ああなるほど。そしたらあれってあの手足でこう掴んでるんですか。こう足でね、足でこう口で噛みついてるわけじゃないですか。そうなんですね。吸盤で、あ吸盤でそうキュッてまっくるっと回して足でね、うん、足で乗るっていうのはタコが乗ったっていうのは、はい、足でこう乗りかかった時なんです。でそのタイミングを外したら、はい、そのまま穴に持っていかれるわけです。ああ、うん、そうなんすね、うん、でそのタイミングがわからんと大物ダコはあげられないんです。なるほど、なるほど、はあ、で KM さんはそれをタイミングを逃したんです。だから穴に潜られたんです、うん、いくら引っ張っても上がらなかったでしょ、うん、あれ、はいね、あれタコなんですよ、はい、あれ。なるほど。うん、で途中で諦めたでしょ、はい、ギューって引っ張ってズボンって、はいね、あれタコ右入れしてますよ、裂けてます肉が、うん、肉がね、はあ、でそのタイミングが分かるにはやっぱり 1,2 年かかるんです。 あとその時間帯でも違ってくる。その出てくる時間とか、あのね、岸寄りで釣るのは朝マズメか夕マズメです。食事に来るんですよ、はい、で岸にはカニとかがへばりついてるじゃないですか。それを食べに来るんですよタコが。で太陽が昇ったらね、もう食事時終わりなんですよ。あのそうなんですか。奥の方に、あの暗いところに、はい、あれ太陽光線を嫌がるんですよ。あ太陽が苦手なんですか、うん、そういう性格もしとかなかったです、うん、で太陽光線もう太陽が日が昇り出したら、うん、もう岸から離れると奥の方に、うん、奥の方に行く。暗いとこ行っちゃうんだね、うん、昼間釣るのは遠投なんですよ、うん、遠投遠くに飛ばすんです、うん、で朝まずめと夕方とね、日が落ちてからと朝日が昇るまでが岸釣りなんです、うん、ヘチ釣りっていうんですか、ね、はあ、で、このタコは 朝まずめのヘチ釣りで釣ったんです。もう帰ろうかな、2匹釣ったからいいや、うん、帰ろうかなっつって、はあ、で、タコ釣りの方が他にもいらっしゃったんですよ、はあ、で、皆さんも2匹とか3匹釣って帰らっしゃった、はあ、小さい200グラムか300グラム、はあ、で僕はまた時間があるから慌てて帰らんでいいからもうちょっと頑張ろうかなって言ったらガツンって言ったの、うん、で大物やったんです、うん、びっくりしました私も、うん、そうですね、うん、でそのタイミングで終わしたらね絶対上がりません、うん、もう岩と岩の隙間とか穴とかに入り込まれたら、うん、もう絶対上がらないです、うん、やっぱ入る前にガボって乗っかって、うん、入る前にそのタイミングが難しい、うん、それだけです。修正を分かってますよね。さすがタコ釣り名人だやっぱり。だからやっぱ平戸言ったじゃないですか、はい、夕まずめと朝まずめと釣って、はい、平均500ぐらいを3匹と800、900を5匹合わせて釣って帰ってきたんですよ、うん、でそれを刑務さんが見てるわけですよ、ね、で僕はここは平戸港ですよ、あそこにお城が見えますよ、平戸のお城が見えますよっていうことを言ってるんだから言ってるんですよ、はい、あ同じとこに来てますもんね、うん、で全然釣れなかったって言ってるでしょ、はいはい、うん、結構なんか刑務さんもなんか朝から夜まで頑張ってダメでしたもん、ね、ダメでした、うん、で今年ねもし釣れなかったら多分諦めるかもしれない。もうタコ釣りはちょっと難しいから合わないからやめようって言うかもしれない、うん、はあ、もし600、700、800ぐらいのタコを釣ったら来年もチャレンジする、あ、うん、キロオーバー狙おうって、はい、うん、チャレンジすると思いますね、はあ、あれどのぐらいいくらぐらいするんですか。普通に市場とか出てもらったらあのタコ、僕がこの前釣ったタコは市場の相場で3000円ですね、はい、ああそれなりにするんですね、やっぱ、はい、3000円しますね。すごいな。魚屋さん出るときはもっと高いでしょ。あですね。ね。あの大ダコ、マダコの大ダコはキロ2000円なんですよ。市場で。へ、うん、だからあれ 1.3 ぐらいあったから、うん、1.3 か 1.5 ぐらいあったから3000円はしますね。氷だと5000円ぐらいになっちゃうんですか。いやもう氷だとね、うん、生ダコでは出せない。出せない、ね。ほとんど出してないです。茹でて。ボイルダコで。あで1本2、300円の単価で出してますよ。はい、すごいな。だタコっていうのは7、8個の3ヶ月なんですよ、はい、タコのシーズンは。あ、うん、で7月は、500前後なんですよ、はい、
アベレージサイズがね、で8月になると1キロちょっと切れるぐらいの、9月になると1キロオーバー、うん、だんだんタコが大きくなっていく、うん、タコって脱皮するんですか？いやいや脱皮しなするんじゃなくて、はい、あの春に生まれるんですよ、はい、ね、でだから7月ぐらいはまだ若者なんですよ、中学生ぐらいなんです、はい、ね、で8月になったら20代30代になる、はい、で9月になったらもう40代ぐらいの体になる、40代ぐらいがちょうどいい、そうキロオーバーになる、はい、その代わりあの7月は数釣れる、8月9月になるとだんだん数が釣れる数が少なくなる、でも釣れたら大物になる、そういうことなのね。初心者は7月に釣るが一番釣りやすい、うん、やっぱタコもやっぱりタコってどのぐらい1回で産むんですか？卵何千匹って産みますよ。あ、そうなんですか、うん、で最初はやっぱり生まれたら、まあ、他の魚に食べられたりとかして、いやそれはねオスがね孵化するまでオスが守ります。あ、そうなんですか。タコの場合は、穴ぼこのね、海底の穴ぼこの岩の底とかに産卵するんですよ、それでオスが孵化するまでオスは守るんだ。オスが目こんこん、はい、ほんで口からね水吐くじゃないですか、あれをかけてあげるんだよ。だ新しい水をかき回してね、はい、新鮮な海水を子供たちに送るように、うん、それをするのがオスだから、うん、で今回ね7月でしょまだ、はい、今回1キロ300、1キロ500を私釣りましたけど、はい、それは今年生まれたタコじゃないです。あ、そうなんですね。去年のタコですね、はい、たまに去年のタコがいるんですよね。え、寿命ってどのくらいなんですか？いや僕タコの寿命は知らないですけど、メスの方が早いっていう、あ、メスの方が早くなくなるんですか、うん、卵産んだらほとんどもう体力が落ちて死んじゃう。あ、でそれでオスが守ってる、そうそうそう、守りしてるんですね、うん、メスがなくなるから、うん、でオスは何年も生きるんですよ、うん、オスの方が寿命が長いんです、ね、長いんです、すごいな。そういう生態とか聞くと楽しいですね、タコの生態でも YouTube でね、タコ釣りの YouTube の動画上がってるんです、たくさん上がってるんですよ、はあ、でも1キロオーバーを釣ったっていう例は見たことない、はあ、すごいよね、タコ釣り名人だ。タコ釣り名人ですよ、ね、1キロオーバーだと難しいんですね。いや、もう上げるのがもうタイミングが難しいんですよ。ああ、タイミングが、はあ、ああ上げるタイミングが、やっぱりみんな岩の中にとかみんな入られちゃうんです。そうです、タコっていうのは上を見てるんですよ。あ、上見てるんですか。あ、タコは上見てるんです、ええ、でだからタコ釣るときはシェイクしながら時々ポーンって上に上げてあるんです、はい、ポーンってね、はい、でまたシェイクしてでポーンって上げて、はい、でそれを上に上げたときに見つけるわけです、穴の中から。あ、上向いてるからね、はい、それでブワーって出てくるわけですよ、はい、うん、でガスって掴んで穴の中に引き餌ごと引きずり込もうとするんですね。引きずり込まれたら終わりなんです。込まれる前にガッと一気に上げる。ああ、うん、なるほど。すごいな。絶対巣穴持ってますからね、タコはね。ああ、あるんですね。うん、あるんですよ。でタコ漁っていうのはタコ壺落とすでしょ。ああ、あります、あります。ね、タコ壺。タコは穴の中に入るんです、はいはい。暗いとこが好きだから。はい、暗いとこ、はい。穴の中に入るんです、はい。それを引き上げてタコ漁するんですよ、ね。ああ、なるほど。修正を分かってるんですね、やっぱ釣る人、ね、取る人っていうのはね、うん、タコの。分かっとかんとね、やっぱりタコの、タコの気持ちが分かんない。タコの気持ちにならないとですね。タコの気持ちになって釣りに行くと釣れるんですね。そうそう、タコの気持ちにならないから、はい、魚釣るとき、魚釣るときはその魚の気持ちになる。ああ、なるほどですね。ジムこの間これハサミで切ったんですよ。ちょっと家の前でですね。エブリーにタープつけてやってたら、まあ、ロープをですねチョキンで切ったんですけど、ね、ハサミで、うん、で自分の手まで切って血が止まらなくて、でもうだいぶもう細い血管切れちゃったんでしょうね。ですね、結構深く切りましたね、うん、ね、うん、そういう時はね、はい、